うん、こ,れこれつまらないものですけど、どうぞって言ってるんでしょうね、こ,れねこの人はね。This is a little something.This is for you って言ってるんだろうね、きっとね。じゃあ、えー、っと、give to のパターンです。日本から行きましょうから、ね。私はから。私は本をさらに渡します。I will give the book to Sarah。サラは本を私に渡します。 彼らはプレゼンテーションを取締役会に行いました取締役会っていうのは会社で、えー、偉い人たちの会議ですこれで社長を、えー、決めたりそれから社長あの社長辞めてくださいって社長を追い出したりすることもできるようなそんな感じだったっけかな確か <laughs> そうだと思いますけど 取締役会に行いました。They gave their presentation to the board of directors. 取締役会は彼らに貴重なフィードバックを行いました。フィードバックというのは意見を言ってくれるということ。だから何かを聞いてそれに対する意見を言うというのをフィードバックと言います。The board of directors gave valuable feedback to them. 彼女は友達の誕生日に贈り物をしました。She gave a gift to her friend on her birthday. 彼女は、えー、友達は彼女に誕生日のサプライズパーティーをしました。Her friend gave her a surprise party for her birthday. この中でギブトゥのパターンばっかりだったんですけど、最後のこれだけがギブトゥのパターンじゃないんです。ギブ e to トゥハーじゃなくてギブハーなんです。 で,で次もアサプライですから Her friend gave a surprise party to her なんですよね本当はね本当はっていうか、まあ、そういう言い方もあるわけですね言わないけどあんまりでこの場合には Her が最初に来ちゃってるだから To はいらないっていうことなんですけどここにこういうパターンもあるっていうことですねああ 彼女はこれは何でしょうね。ハンカチで手を拭いてますね。She